お元気ですか、ボクシメでございます。今回は BBM2024 ベースボールカードセカンドバージョンの開封動画でございます。こちらもね、ファーストバージョン同様に、2回目でございます。で、こちらも、1パック10枚入りで1ボックス20パック入りなので、4回に分けて5パックずつやっていきたいと思います。まずはパート1の5袋やりたいと思います。それでは早速開封していきたいと思います。はい、まずはパート1の5袋目でございます。それでは開封していきたいと思います。まずは1袋目でございます。横浜 DeNA の市上大輝内野手でございます。埼玉西武のアルバート・アブレイユ投手でございます。広島東洋カープの菊池涼介内野手でございます。読売ジャイアンツの大城匠捕手でございます。ソフトバンクホークスの今宮健太内野手でございます。広島東洋カープの小郷裕也外野手でございます。楽天の辻陽太、すみません、始球式カードでございます、ごめんなさい。で、新日本プロレスのね、この辻陽太選手でございます。失礼いたしました。で、楽天の浅村秀人内野手でございます。すみません、でね、カードがね、2つ重なっておりました。で、改めまして阪神タイガースの佐藤輝明内野手でございます。広島東洋カープの菊池涼介内野手のこれはキラでございます。あとは袋目でございます。読売ジャイアンツの、西舘勇陽投手でございます。北海道日本ハムの金村翔真投手でございます。東京ヤクルトの丸山、和也外野手でございます。福岡ソフトバンクの松本裕樹投手でございます。広島東洋カープの相澤翼捕手でございます。で、始球式カードでございまして、女優の松本若菜さんの、ね、始球式カードでございます。オリックスの、宗佑磨内野手のクロスカードでございます。千葉ロッテの西村貴弘投手でございます。元日ハムでございます。で、ヤクルトの村上宗隆内野手のこれはキラでございます。3袋目でございます。埼玉西武の松本航投手でございます。楽天の酒井智人投手でございます。
読売ジャイアンツの丸義弘外野手でございます。福岡ソフトバンクの開拓也捕手でございます。で、北海道日本ハムの伊藤大海投手のこれクロスカードでございます。で、2009年ドラフト5位の水谷俊外野手のこれヒーローズカードでございます。続けていきます。埼玉西武の竹内夏樹投手のキラでございます。で、阪神タイガース佐藤輝明内野手のクロスカードでございます。横浜 DeNA ベイターズの伊勢博夢投手でございます。中日ドラゴンズの松葉貴博投手でございます。4袋目でございます。千葉ロッテの山口浩輝外野手のこれクロスカードでございます。広島東洋カープの、松山、これは竜兵外野手でございます。で、読売ジャイアンツの戸郷翔征投手でございます。で、阪神タイガースの前川右京外野手のキラカードでございます。中日ドラゴンズの清水達也投手でございます。で、2022年のドラフト4位のこれは原慎之介投手のこれはヒーローズカードでございます。で、地球式カードでございます。歌舞伎俳優の松本幸四郎さんのこれカードでございます。で、続きいきます。オリックスの福田周平外野手でございます。あ、ごめんなさい、2つくっついておりました。で、こちらでございます。こちらがね、オリックスバファローズの福田周平外野手でございます。で、こちらがね、西武ライオンズの古賀優斗捕手でございます。失礼いたしました。で、ソフトバンクホークスの山川穂高内野手のこれクロスカードでございます。で、最後の、5袋目でございます。中日ドラゴンズの小田光輝外野手でございます。広島東洋カープの、小深田博人内野手でございます。で、千葉ロッテの角中克也外野手でございます。北海道日本ハムの加藤豪介内野手でございます。オリックスの、これは、アンドレス・マチャド投手でございます。で、失礼しました、東北楽天の小郷裕也外野手のこちらはシークレット版ではないかなと思います。で、オリックスの宮城大弥投手のこれはキラカードでございます。で、東京ヤクルトの高橋奎二投手でございます。で、横浜 DeNA の松尾汐恩捕手でございます。で、最後は読売ジャイアンツの高橋礼投手でございます。はい、以上で BBM2024 ベースボールカードセカンドバージョン2回目の開封動画
パート1でございました。5袋終わりました。で後日パート2の5袋やりますので、よかったら見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。